ウィンドブレーカーを閉めて、やっぱり中学生本人がやってんだ。有川中学校生徒会、生徒会って言ったかな今。あれでアナウンサーみたいだったらまた逆に怖いけど。あ、ナイスデーだ。スーパーナイスデーの宅配弁当。ってことはこっち側にもあるのかな、ナイスデーは。お、あの煙突は火力発電。ぽいな、火力発電ぽいな。ここはまだありかんとこじゃないよな。うん、もうちょい。であそこに見えてる式、あ、やっぱ発電所だ。九州電力新有川発電所。手前に小さな三角島ってのがあるけど、よくわからんな。で、あそこのところずっと行ったら、有川港のあたりに出る。
とする、凍える寒さじゃないけど、結構一人もバス乗ってるの見たことないな。ああ冷える冷える。シワなのかな、ね、シワにしたらなんか耳が垂れてる、垂れるというか折れてる。暗いなぁ、まだ日暮れてないのに、まだ日没じゃないのに。漁村かな。見えてるのなんて書いてある。
漁協鯛の浦支所。あ、鯛の浦ってここか。もっと内側の方だと思ってた。鯛の浦だ。どこ行き？長崎行き高速船乗り場。あ、こっからも出てるのか。この辺りフェリーの路線が入り組んでてよくわかんないです。東京の地下鉄かよ。脇道がある。ビリッときた。これでずっと漕いでると手の心当たりの神経が急にビリッときます。だいたい夕方頃来ますね。合流してしまった。
老人保健施設かな、でかいやつは。つくしの里。教会ルルド、どれ見えないな。じゃあいいや。からも鯛の浦教会に、あちらとちらっと十字架見えたけど少し遠い、ほんの少し遠い。これがグループホームか。なんかちょっと旅館とか温泉っぽいな。が途切れなくなってきた。そこからずっと待つか。
あのバスはなんか感じが違うな。いや、でも路線バスか。乗ってる、4人乗ってた、4、5人乗ってた。この辺りと町から町への移動に使うのかな。丸富は電飾があるからパチンコ屋っぽいけど、あれは違うか。なんか言われてるおじいさんに。五島再開自動車、今度の展示会は1月18日から19だな、あれは9日まで。こっから左か。あ、しまった。ちょっとこっちに失礼して。形というよりは、いや、形も結構生かしてあるか。ネズミの出っ歯とか意外とうまいな。で、これ服屋さんか、ファッションプラザ。ハマグリ浜、津和崎。私の実家の近くに津屋崎ってのありますけど、やがための遊景って今日泊まるとこなんだけど見えやすね。こっちは北側か。
とうどんの里、あ、この辺なんか店の情報載ってたな。うどんが、うどんが、確か手延べうどんの方がそうめんみたいに伸ばす方で、手打ちうどんがあの平たくした生地を切って作る方だったかな。ちょっと鶏麺にして、こぼれてる。まあ、つまらんツイートだな。日が暮れ、もうすぐ日が暮れるの。村だかが取れてるんだ。椿と飛び魚か。レス電気もある。あ、なるほど、わかる。あ、ここは何でもあるあたりか。なんか買っていっとくかな。残りは何キロぐらいあるんだっけ。まだ5キロ、6キロはあるな。あ、セリアある。実はタブレットスタンドが買いたかったので買っていこう、買っていこう。
やっぱりミックスとキーボードとマウスで使う場合はキーボードのスタンドあれ弱いんで、固定型のタブレットスタンドが必要です。私は100均の中でもあのセリアが結構好きです。ハンドクラフト系のものが多い気がする。あと電子機器系も割と豊富なんで、まあ、いわゆるスマホ系が、そうだこりゃ。マルゲリータ、フロートアイランドリゾートホテルかな。では買い物してくるので、多分私は編集の時に親切だから画面下の方に何時頃戻りますって書くと思います。多分5分10分後に
ってもまたこの曲が引っかかりそう。セリアなんですけど、なんかいつも行ってるセリアと微妙に品揃えが違ってて、スマホのところもお目当てのスタンドがなかったから代わりのものを探してくるのに時間がかかってしまいました。で、買ってきたのは、スライドタイプカタログスタンドっていうスマホ用じゃないやつと、あと酒っぽいものとつまみっぽいもの。写真撮っといて、こんだけはっきり流れてたら曲のチェックに引っかかるな。で、こっちの軽い方に入れて、GPS の電池切れたか。バッテリーこっちでいいよな。YouTube のこの著作権チェックは、この間北海道の大樹町の中学校だったかな、中学校のアフリカンなんとかっていうシンフォ、あの生演奏でも引っかかったからな。出てこない。あ、違う、こっちじゃない、こっち。これ起動が早すぎたから多分 SD カード認識されてないな。地図の入ったマイクロ SD カードが。あ、浮いてる。
GPS の軌道にそこかかります。あ、リックだ。コンビニのリックがある。多分この山右に回り込んだところかな。ああ、そろそろちょっと指出しグローブも指槍に変えときます。近いんか。露出補正で位置下げて、ここにもオリンピアが。50分か6時間に合わんかったな。追い風だ。さっき来た、タイノーラのあたりかな。Thank you.
普通に街の中だな。パン屋さん。メール見ないで早見て。魚の目小学校。こういう対向車線から照らされた場合って GoPro ってどう映ってんだろう。お、あそこなんかでっかい電飾ツリーが。中学校。電飾見えてきた。教会かな、あそこは。
行ってるから映ってみるか。やっぱり教会っぽいな。もうちょっと暗めにして、ついたり消えたりしてる。撮るタイミングが、暗いとダイナミックレンチ処理時間かかる。おお、取れてる取れてる。詳細地図がない。抜けられる。向こうに向けて作ってあるのかな。だからさっきの位置で多分写真撮るべき場所は合ってる。この先は僕の上の道でもいいな。暗いけど。登るな。これさっきの教会の入り口か。丸尾教会。正面まで回れるのか。うん、真っ暗。
おう。でもやっぱりこっちだと裏側っぽいな。雨。どこに。なぜここで雨。もっとギア落としよかった。よいしょ。夜景ってほどでもないけど、ちょっと一枚あっちの方の明るいのは多分台の裏のあたり。ブレてるブレてる。さすがに手持ちじゃ取れないか。
猫だ。え、違う。錯覚か。完全に猫が見えたのに今。虎っぽい色に見えたのに。今の多分錯覚じゃないだろうと思っただけにちょっとショック。ちょっとショック。ちょっとあるな。ぼやけてるけど、あと、まだ2、3キロあるな。GoPro の方メディアがそろそろ切れる。見事長だ。これもそうか、全部この辺りは上五町だから、上五島町だから。新しいのは新上五島なんだっけ。
方は津和崎立口立口か左か。があるかがよくわかる。宿まで持つかなメディアが。あと1キロちょいかな。どっかないか。あった。これに水込み合わせて。うわ、ダメだ。ノイズリダクションの手前の最後の撮影の時に動かしてしまった。これか。動いたかな。またよしというか、自分のライトで照らしてしまって浜辺が明るすぎる。もういいや。あとはどのブロックだったっけ。あの形か。あそこなんか電飾がチカチカしてる教会っぽい形の建物があるので、多分あれだと思います。でもちょっと回り込んでいかなきゃいかんな。うん、多分あれ。20分くれか。まあ30分ぐらい遅れるんだったら連絡しようと思ったけど、まあ本当にちょっとでも連絡した方がいいよな。
か夜になる、につれて寒くなくなってる気がする。全然寒くない。これか。やっぱり商店っぽいものはないな。あった、旅にある屋形船到着、メディア間に合った。ふう、じゃあちょっと撮影して iPhone でも到着報告。しかも今暗すぎたな。よし、じゃあ GoPro の方は止めます。私お疲れ様。